6月16日木曜日から6月19日日曜日までの4日間、能勢町国体記念スポーツセンターにおいて射撃部の西日本大会が行われました。最終日である19日では4部門のファイナルが行われ、立命館大学からは3人の選手が出場しました。ファイナルでは予選を勝ち抜いた8人が戦っていきます。試合中、下の順位から1人ずつ脱落し順位が決まります。また射場では音楽がかかり、声を出しての応援が認められ、熱気と声であふれていました。まずは SB 競技。 SB とはスモールボアライフルという火薬銃の略で、50メートル先の的を狙っていきます。弾痕が直径 10.4 ミリの中心から2つ目のラインに触れるか内側に入れば10点台となります。打ち方が3姿勢あり、膝立ちで打つ失射、寝そべって打つ伏射、そして立って打つ立射の3姿勢で、男子は各40発、女子は各20発打ち、その合計点を競う競技です。次にエアライフルという空気銃を使った競技で、立射で10メートル先の的を狙い、決められた発数の合計点を競います。男子は経営学部3回生の長谷川智彦選手が出場。 SB 競技では失射で5位からのスタートでしたが、一射で挽回、2位につきます。最後の一発前には1位との僅差で最後の一発が鍵となりましたが、外し2位で終えます。代わってエアライフルでは最初から1位をキープ、9点台以上を連発し、他の選手からどんどん点差をつけます。そのまま1位で終了、優勝を果たしました。大会の中では自分の練習の成果が、全部出し切れるっていうのを目標に、頭はクールにでも心は熱くっていう気持ちで臨んでます。今後の目標は長期的には、東京のオリンピックに出場して日本の代表選手として戦うことです。次に女子では4回生の松幅亜佑選手、そして主将の神保茜選手が出場。SB 競技で松幅選手は最初5位でしたが、安定して得点を重ね3位まで追い上げます。神保選手は失射で好調でしたが、後半調子が出ずに4位終了。また両者とも10メートルエアライフル立射40発競技にも出場しましたが、残念ながら7位と8位で終わりました。 SB はあんまり得意ではなくて、エアの方が得意なんですけど、まあ、最後まで諦めずに一発一発丁寧に打つことができたのでよかったなと思います。大会後は閉会式で団体発表が行われ、立命は計6部門で入賞しました。チームが一丸となって全員が団体として優勝しようという気持ちで臨みました。チームの最終目標としてはインカレで全員が出場することなんですけれども、まずその前にはインカレまでにある各大会で全員が次の大会に向けてあるボーダーというものを超える必要があるんですけれども、そのボーダーを超えるように自分の自己ベストが出せるようにみんなで協力しながら励んでいくことが今後の目標です。一つの大会が終わり、チーム目標であるインカレ出場へと全員が一発一発に思いを込めて進みます。